皆さんおはようございます。今日は江ノ島と鎌倉の散策をするので Vlog を撮ってるんですけど、なんとただいまの時刻は8時です。超朝活今からちょっと朝ごはんを食べに行きたいと思います。はい、到着しました。パンとエスプレッソとずっと来たかったとこです。私はこれにします。ピザトースト。ありがとうございます。美味しそうすぎ。すっごいうまそう。すごい日光でなんか輝いてるもんな。あんこキラキラやな。どうぞ。いただきます。おいしい。なんかあれかも、分厚いけどさ、グッてなるタイプ。いただきます。うん、めちゃめちゃうまい。うん、あんバター。めちゃ、うん、はい、ごちそうさまでした。小町通りにやってきました。今から食べ歩きをしたいと思います。さっき Vlog のカメラは回してないんですけど、レンタルサイクルして2時間ぐらいサイクリングしてきたんですけど、めっちゃ楽しかった。なんか自転車乗っとったからカメラ回せなかったので写真載せときますね。極楽寺とか海辺をサイクリングしました。ほんまに楽しかった。めっちゃ美味しそうな鎌倉かまぼこ見つけました。何がいいやろ。何食べる。しらす。しらすがいいな。半分こしようか。そうしよう。じゃあしらす一つ。イカシューマイも美味しそう。見て、え、シューマイもほんの美味しそう。イカシューマイ美味しそう。でもこういうのな、調子乗って頼みすぎたら、そう、絶対無理やから一つをシェアします。いただきます。はい、食べたらゴミも回収できるんで。はい、ありがとうございます。しらすかまぼこ。しらすかまぼこ見て、湯気がやばい。うまそすぎ。いただきます。うん、まっ。これポン酢で正解や。お腹空いてるからさ、っていきそう。やべ。あ、お団子屋さんや。わあ、めっちゃ種類ある。え、食べる。何食べる。え、ほうじ茶あんとかあるし、季節限定白桃もあるし、シンプルきな粉もあるし、美味しそうすぎんか。みたらし一つ食べましょう。つやつやのみたらし、これ人気ナンバーワンやった。いただきます。一口。あ、うまっ。うん、冷たい。あ、冷たい。うん、めっちゃうまいよ。二口目。最高。どうぞ。はい、じゃあ。小型カメラをね、Vlog 撮るためにこれ今買ったんですけど、今じゃない、前買って今持ってるんですけど、うわ、すごい、やばい、うまそすぎる。あ、明太マヨ。明太マヨ。明太マヨやな、人気やし。買います。やばいやばいやばい、見ま、見よ。あ、やばない。いや、これやばいよ。いただきます。あっか、優勝です。優勝してます。うん、これやばいわ。美味しい。うん、これ絶対食べた方がいい。頭いっちゃいました。遠慮なく。これやばい。明太マヨもたっぷりやしな。で、話の続きなんですけど、このね、Vlog 撮るために小型カメラを買って、で、今日初めて使うので、なんか使い方ようわからんくて、もしかしたらこの Vlog めちゃくちゃ見にくいことになっとるかもしれないけど。大仏様焼きを見つけました。開運やで。何がいい。あんこ以外がいいな。カスタードやな。さすがです。じゃあ買います。人気運やって、人気運アップ。夏何やったっけこれ。大仏。大仏パンケーキ。大仏様焼きです。大仏様焼き。みんな恋愛運やったらブルーベリークリームチーズ、金運やったらベニーモアン頼んでくださいね。うまそう。大仏いただきます。容赦なくいきます。めっちゃ美味しい。カスタードバリある。
バリあるということですね。はい、江ノ島に行って食べ歩きもう一回するので、小町通りはこの辺にしておきます。七里ヶ浜に着きました。めっちゃくちゃ景色綺麗。やっぱやばい、すごい景色はね、めっちゃ綺麗なんですけど、あまりにも暴風。七里ヶ浜で行きたいアイス屋さんがあったんですけど、なんと本日定休日でした。悲しい。まあそんなこともあろうかということで、海沿いを練り歩きたいと思います。穴場カフェを見つけたので、ちょっと入ってみようかなと思います。マルフィカフェ、アマルフィカフェ、美味しそう、いいやん。レッツゴー、入店。テラス席に座ったんですけど、めっちゃくちゃ眺めに最高やん。超穴場。結構海沿いとかインスタとかで載ってるようなカフェはどこもめっちゃ人が並んでたんですけど、ここいい。いちごモンブランタルト、うわ美味しそうやな。届きました。私は洋梨ソーダ、美味しそう。とトラットオレンジ、いただきます。すいません、すいません。あ、しみだ、うまい。さっきの駅から一駅分ぐらい歩いて、あのよく見る鎌倉高校駅前の踏切のとこに来ました。めっちゃ景色綺麗、やばい。風がすっごい、おでこ全開。今から江ノ電に乗って江ノ島に行きたいと思います。あまりの暴風で日傘を差すのを諦めたので、サングラスをつけました。これは最近 GU で買ったものです。はい、江ノ島到着しました。めっちゃ懐かしい、高校生の時の中学旅行で来た以来、懐かしすぎる。私は絶対にあの大きいエビせん、イカせんみたいなのを食べると決めています。なんかしらす丼が食べたいからここに入ってみようかなと思います。江ノ島海鮮料理奄美にやってきました。すごい、丼食べよ、丼、丼、海鮮丼、しらす丼、シンプルなもしらす丼食べてみたいな。生しらす丼がやってきました。ツヤがすごい、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。うまっ、美味しい。うまっ、美味しかった。さっき言ってたタコせんべい、タコせんべいやったをゲットしました。いきます。うーん、しらす丼食べて結構お腹が膨れたので、もう江ノ電に乗ってホテルに帰ろうと思います。明日は東京観光するんですけど、そこでも Vlog 動画を回す予定なので、またアップ楽しみにしててください。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。